どうも、こばやんです。まあ、今回は、まあ、初のパワープロ動画ということでやっていこうと思うんですけれども、まあ、A 館9、まあ、これだと、これで見るとどんぐらい ?25 年分、まあ、カンムスの名前使ってやってきて、まあ、春夏連覇と、3年縛りで、まあ、甲子園優勝するっていうのをやってきて、まあ、両方とも達成して、まあ俺の中でもう A 館9のネタとしてはもう尽きちゃってるので、とりあえず終わりなんですが、まあこんだけ選手作ったりとかチーム残してるんで、まあこの辺で動画で企画やろうかなと思ってます。まあ、とりあえず、まあ、今回、まあ、一段としては、まあ、3年縛りで優勝したチームはどこまでやれるかっていうことで、過去最強チームであった、まあ、サラトが率いるチームと3年縛りで優勝したインピ率いるチームで、まあ、今回はちょっと観戦対戦見ていこうかなと思います。まあ、今後もちょっとこれ系動画で多少記録取っていけたらなって感じでやっていこうと思ってます。配信ではあの3年縛り、まあ、インピたちが卒業するまでで終わってるんですが、まあ、あの後一応あこれじゃないなサムとかその後の世代残った2年生も一応卒業までやりました。一応サムがかなりキャッチャーで強くなりましたね。キャッチャー本とか最後に拾ってキャッチャー A まで上げられたんで、本当は多分卒業後本使ってるんでもうちょっとプロ行った時は背高いと思うんですけど、まあ、とりあえずこの時に、まあ、だいぶ強い状況で終わりました。でついでに、なんかその時、その翌年、しょぼかったピッチャーがめちゃくちゃ開花したんで、まあ、せっかくなら、その前の年、ガンビーがプロ行けなかったので、そのままガンビーを転生させて、プロに入れました。てか、相当最後強くなりました。このチームですね。このチームの時の、まあ、この時ガンビーは代打だったんですけれども、出番最後までなく、秘密兵器のまま終わって、まあ、この時のインピ率いるチームで挑んでいこうかなと。自分の中で一番強いチームがどれだったっけな。まあやっぱサラが3年時の方がピッチャー能力としては強かったかなと思うんで、まあ、この時のかな。ちょっとクイック G が悔やまれますけど、この時のなんで97年チームと今回はインピチームで観戦で見ていきたいと思います。お互いどっちもそこまで調子の悪くないようにだけしときますか。まあただ選手層の違いがな、違いすぎんなこれ。インピ、まあこの辺は使わないからまあしまっとくか。少し数名入れとかなきゃいけないからまあこんなもんか。で怪我があると困るんで怪我だけはなしにしましょう。あ球場は、まあ、ホームランバシバシ打たれても嫌だから、まあ、ちょっと広いところで、まあ甲子園球場でいいかな。これでよし、じゃあこれで、まあ、じゃあ見ていきますか。さあ皆様お待たせいたしました。今日はここ阪神甲子園球場にて注目のエキシビションマッチが組まれております。それでは早速参りましょう。まずは三塁側、先発投手の状態ですが今日はどういった投球を見せるのか。そして対する結構前の忘れちゃったけど、どうだったっけ。なんかアーク正直打撃良くなかったから変えた方が良かったかな。この夢のようなゲームの模様を私熱森が熱くお届けいたします。第9を投げた。3年芝居チームが本当どこまでやれるか。まあただピッチャーがな、稲尾転生だから、まあ投手戦はそんな変わんないんじゃないかな。どっちが打てるか。変化球ビンビンに切れています。第4球投げました、打ちました。
センターフライ、距離は出ていません。取りました。これでワンアウト。打席には2番バッターが入ります。コマンダーズ背番号投げた。初球を打ちました。ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。打席には3番バッターが入ります。投げた、外れた、ボール。さあ次の球、打率は多分いいボールだ。変化球が切れています。投球3球目、インピーのチームよりは向こうの方が高いはずだけど、まあ、インピーがどこまで押されるかだよね。カウント2ボール2ストライク。高速スライダー、空振り三振。やっぱ強えわ、やっぱインピー強えわ。先行チーム、先発投手はマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。多分サラトガも断然、バッターが打席に入ります。あーでもこの時でも得の少ないからどうなんだろうね。切れています。さあ次の球、アウトコース低めいっぱい、ストライク。サクッとツーストライクまで追い込んだ。さあ外してくるのか。低め空振り三振強気だな。サーブで仕留めました。打席には2番バッターが入ります。第2球は打った、1、2塁間へ、掴んだ、1塁送球、アウト。これでツーアウト。打席には3番バッターが入ります。投げた、ミッドへ一直線、指にかかったストレート。まあ、3年千葉チームが勝つにはこれから2球目、まあ、この辺に出て他手に回すとかね。攻守交代です。まあ、1回は1回が終了して0対0。今日は上場両方とも3人とも来て、さあ4番が打席に入ります。打った、初球打ち、あっとヒットになる。これは打たれちゃうかな。先行チーム、先制のチャンスを迎えます。打席には5番バッターが入ります。さあここで決めて有利に進めておきたい。セカンド牽制、二塁タッチセーフ。もう一回セカンドへ牽制球、これはボール。コーナー攻めてきます。さあどこまで押されるか。球威のある直球、バッター動けません。藤浪君見て打率悪いな。さあ次は何で来るか。結構打ったと思うんだけどな、なんか後半イマイチだったんだっけ。さあ次は何を投げてくるか。打った、センターへ飛んだ、ヒット、ヒットだ、ヒットになった。いやこれきついね、これはもうきついわ。チャンスが続きます。第1球、ランナー用意と、キャッチャー2塁へ送球、2塁はセーフ、ランナーが2塁に進んでいます。いや俺もうちょっといい試合するかなと思ったけど、もうなんかここではもうちょっとやばそうだな。さあこの段階で、さあ仕留められるか。打ちました、ファースト左へのゴロ。ベースカバー、まあ、まずいワンアウト。これでワンアウト。打席には7番バッター。ただこっちは下位打線までな、打撃高いからな。第2球は打ちました、ライト前に抑えた、失敗進行。まあ1点取られちゃうよね、さすがに。それは先行チーム1点先制、1対0。点で抑えられるかどうかか。このままどんどん初球を打った、ショート正面、しっかり押さえたね。スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって1対0、先行チームまずは先制しています。さあ4番が打席に入ります。投げた、バットを出しません、ボール。カウント1ボール。第2球を投げた、打った、いい当たりだ、ライト前。やっぱり打たれちゃってるな、こう見ると。投球これから3球目、変化球ビンビンに切れています。さあ次は何で来るか。アウトコース合わせた、あ、打たれてんな、4、5番に。サードへ放り投げる。いやまたピンチか。チャンス、6番バッターが打席。いやここはちょっと点差開かず抑えてほしいな。第1球投げました、シュート見送ってボール。まあ、アークは若干打線の中では切れ目に近いところではある。この時、まあ、天才肌だから打順高めに入れてるっていうだけで、そこまで打率は良くないから、ここを抑えたいよね。第3球投げた、外れた、ボール。カウント2ボール1ストライク。
第4球でゲッツーが多分理想かね。指にかかったストレート、一塁へ牽制球を送ります。かなりランナーの動きを警戒しています。さあフルカウント歩かすかどうか。さあ次で決められるか。打った、あこれは抑えたな。打った、先行チーム。なおさあここ打たれなければなんとか。打席には7番バッター、このままどんどん攻めていきたい。初球見送ってボール、アグレッシブに攻めます。まあ最悪次がサラトガだ、あ違うな、サラトガじゃねえや、サラトガだったら満塁避けもありなんだけどね。キャッチャー送球、二塁セーブ、ランナーが二塁に進んでいます。いや盗塁結構許されちゃうな。サムなんだっけ、あのバズーカ送球みたいなの持ってるからさせるかなと思ったけど、させないな思ったより。守備範囲内アウト、これで3アウト。4回の表が終わって1対0、まあでもとりあえず抑えた。投球これから2球目、打ちました。お左中間へのヒット、やっとヒット、ただ2アウトからなんだよね。このチーム5番バッターが入ります。振り出しに戻したいと初球を打った、ヒット中継安打を放ちます。1打1点返せるかな、次の1打で。6番バッターが打席に入ります。どういうバッティングをする、あこれはそのままベースに入ってアウト、切れています。さあ次で決められるか。逆らわずに逆方向へ、ファウル。次が7球目、投げました、打った、強襲、抜けた、気持ちのいい。第2球投げた、打ちました、セカンド下がった、ヒットになります。あまたピンチだな。変化球ビンビンに切れています。さあ勝負してくるのか、内角ボール、あこれは抑えられるね。掴みました、これで2アウト。打席には3番バッター、これガングートに回したらやべえから、ここで抑えないときついね。今日のガングートめちゃくちゃ調子いいから。投球これから2球目、インコースボール。さあ抑えられるか。第3球は打ちました、あこれはやばいな。ホームへ送球、二塁ランナーホームイン、先行チーム。もう今させるかなと思ったけど、させなかったか。それでは先ほどの得点シーンもう一度ご覧いただきましょう。意外となんか今させそうな感じはしたんだけどな。いやここの2点目はきついぞ。さあ4番が打席に入ります。そして今日2安打打ってるガングーとちょっとやばそう。2球目アウトを見送ってストライク。さあ私的には得意の変化球でかっこよく抑えたい。アウトロー、おーでも少し抑え切った。投球3球目投げました、ミッドへ一直線、指にかかったストレート。さあ次は何で来るか、見送ってボール、カウント 2-2。さあ仕留められるか、打った、痛烈な当たり、センターバンヒット、クリーンヒットです。いやー毎回毎回ランナー出しちゃうね。ランナーを進められるか。球威のある球を投げ込みます。これあと2点ぐらい取られそうな雰囲気だな。インコースのボール、逆方向、サードハーフライナー、これで2アウト。よしよし、8番バッターが打席に入ります。まあ別にひいきするわけじゃないけど、やっぱり総合戦力低いインピチームをちょっと応援したくなっちゃうよね。まあなんとか抑え切った。6回の表が次が5球目、投げました、ミッドへ一直線、指にかかったストレート。さあこれで決まるのか、際どい球選んでフォアボール。おここでしっかりと見極めました、チャンスか。変化球ビンビンに切れています。第2球を投げた、直球見送ってボール。投球これから3球目、球威のある球を投げ込みます。さあ勝負してくるのか。さあ次は何を投げてくるか、
さすがサラトが三振バンバン取っていくな。一塁牽制、タッチはセーフ。第2球を投げた、スライダー見送ってボール。慎重に攻めてきます。第3球投げました。いいボールだ。変化球が切れています。さあ次は何で来るか。ここヒット打てればチャンスな気がするんだけどな。どうかな。さあ仕留められるか。落とした、ボール。さあフルカウント。さあ次で決められるか。打ちました、いい当たり。一二塁間、チャンス来たな。これは多種打てればって感じだな。打席に入ります。第2球は打った、強襲。おっ満塁か。面白くなってきた、この回面白くなってきた。ワンアウト満塁、なんとか食らいついてほしい。打ちました、ファウル。さあ外してくるのか。フォーク、見逃し三振。さすが三振取ってくるな。変化球がさえ渡ります。抑えちゃいそうな雰囲気が。投げました、スライダーはボール。今の投球で80球目になります。さあ3球目打った、ボールを掴んだ。一塁ふっつけてアウト。これで3アウト。そう、インピこれで尻上がりついてるから、こっからはもうちょっと安定するのかな。第4球投げた、打った。こういうヒット多いな。ヒットを放ちました。これで今日は3打数の2安打。1番バッターが打席に入ります。ランナーを進められるか。さあ次の球、ボールに勢いがあります。第3球はストレートはボール、カウント2ワン。次が4球目、うわとどめ刺された感じあるな。ここからどう攻めるか。あ、打席には2番バッターが入ります。これ、ま、初球を打ちました。インピやべえな。レフト落下点に入りました、レフト掴みました。これでワンアウト。打席には3番バッターが入ります。変わりねえからなピッチャー、これやばいかもしれんな。高め見送ってストライク。さあ次の球、初球見送ってボール。あー、まさかホームラン取ると思わなかったな。ミッドへ一直線、指にかかったストレート。さあ勝負してくるのか。打った、打球はセンターへ、ヒットになります。出塁します。さあ4番が打席に入ります。まずは初球ストライク、アウトローへ。まずは決めてきました。さあ次の球、シュートはボール。ピンチだな。一塁へ牽制球を送ります。さあ3球目、外れた、ボール。カウント2ボール1ストライク。第4球は打った、いい当たりだ。ライダー、やばいねこれは。2塁セーフ、ヒットを放ちました。チャンス拡大。打席には5番バッターが入ります。怒涛の猛攻を見せてほしい。第2球投げました、打ちました。うわ、宇宙間へのヒット。クロスプレーは見れるのか。先頭チームさらに1点追加、5対0。いや、ここまでちょっと開いちゃうと思わなかったな。バテちゃったねインピさん。第2球は変わりがいねえぞこれ。切れています。これコンピューターどう動くかな。ガンビー出すのかな。右に切れていきます。外のボール球打った、これはゲッツーか。そのままベースを踏んで2アウト。打席には7番バッター。球威のある球を投げ込みます。打った、ファウル。何球投げた。ボール球はノーボール2ストライク。打ちました、掴んだ。ナイスプレイ。イエス、アウト。胸の熱くなるプレーを見せてくれます。3アウトチェンジ。
やっぱこんだけ打たれちゃってるからスタミナの消耗早いんだろうな。打席には7番バッタースライダー見送って、いやせめて1点ぐらいちょっと返してほしいな。さあ次の球、こうなってきちゃうと、いいボールだ、変化球が切れています。投球3球目投げました、変化球ビンビンに切れています。さあ次は何で来るか、打ちました、打球はショートの右、一塁へ送る、アウト、いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。8番バッターが打席に入ります。投げました、いいボールだ、変化球が切れています。第2球は、変化球ビンビンに切れています。次はどう攻めるのか、一つ外してボール、カウント1ボール2ストライク。さあ勝負してくるのか、見送ってボール、コーナー攻めてきます。さあ次は何を投げてくるか、さあこれで決まるのか、選んでフォアボール、打席には9番バッター、さあこれでチャンスになるか、ここでなんとか1点返してほしい、気持ち的には本当に。第3球を投げた、ボールに勢いがあります。サラトガでも尻上がり持ってるからきついな。1番バッターが打席に入ります。投げた、いいボールだ、変化球が切れています。打った、ファウル、カウント2ストライク、一塁牽制、一塁タッチセーフ。一つ外したボール、これは完全にボールです。お、痛烈な当たり、ヒット、お、ボールは中継、チャンスだね。バッティングです。今日初めてのヒットになりました。お、アタックポイント来たね。このチャンスは何とかものにしたい。スライダーはボール、今の投球で逆、いやここ頑張ってほしいな。第2球は気持ち的にはボール外れた。投球3球目投げました、ミッドへ一直線、指にかかったストレート、打ちました、いい当たり、お1点返したね。これで2点は厳しいか。ようやく1点を返しました。タイムリーツーベースヒット、初安打、ここチームターニングポイント制した。さあここから反撃が始まります。さあこれ流れに乗れるか、バッター動けません。投球2球目投げた、空振り、指にかかった、いいボールです。ちょっと面白くなってきそうだこれは。さあ外してくるのか、スライダー見送ってボール、外のボール球打った、おー打ちました、あ微妙に落ちそう、レフト前に出る、セカンドへ送る、いや流れがちょっと分からなくなっちゃうね、この流れで。いやこの試合展開面白くなったで1点差ところか。さあ4番が打席に入ります、盗塁成功、大事な場面で盗塁を決めました。やっぱクイック G が響いてるな。1年違ってればな、クイック F で、でキャッチャーも風雲の方が肩良かったから刺したかもしれないけど、この台だとちょっときついな。やっぱ盗塁は打ちましたが切れていきます、ファウル、二塁牽制、あ二塁タッチセーフ、そっかタッシュ三振持ってんだっけ、打ちました、バットのキャリー、一塁踏んでアウト、これでスリーアウト、これでワンアウト、先行チーム、ここは代打を起用してくるようです。もう逆にこっちは、あ、サラトが下ろしちゃったか。インサイド見送ってストライク、まずは決めてきました。選手層の見送ってボール、違いで今の投球で120球目になります。投げました、打った、いい当たりだ、センター前ヒット、クリーンヒットです。こっちは交代いないのに、ランナーが打席に入ります。ランナーを進められるか、抑えてほしいな。球威のある球を投げ込みます。次はどう攻めるのか。打った。
センター前進取りました。ランナー一塁に戻ります。抑えてね。これで2アウト。打席には2番バッターが入ります。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。さあ1球目、ボールに勢いがあります。さあ次の球、ストレートはボール。強気で攻めてきます。高めボール球打った、ファウル。さあ勝負してくるのか。高速スライダー見逃し三振。なんだかんだ抑えてるな。ボールにはキレがありました。8回の表が終わって5対3、先行チーム得点。さあピッチャー2番手誰出てくる。ピッチャーを変えてきました。おお、ここで瞳と伊予バッテリーか。で調子悪いな。変化球ピンピンに切れています。投球これから2球目。ワンチャンあるんじゃねえの。ファウル。さあ外してくるのか。一つ外してボール。確か萩風とかの方が調子良かった気がするんだけどな。ヒットになります。いいバッティングを見せました。いやこれ分かんなくなってきそうだな。なんとか繋いでいきたい。一塁タッチセーフ。まずは初球、落ちる球見送ってボール。カウントワンボール。第2球、ランナー走った、ボールを二塁へ送った、盗塁成功。盗塁すんな。一塁ランナーは二塁に進みました。第4球は打った、掴みました。これでワンアウト。打席には7番。さあ下位打線打てるか。なんとか食らいついてほしい。アウト、危ない。間一発かわした。さあ3球目、キレッキレの変化球に手が出ません。第4球は打ちました。あー進塁だったところだね。ランナー3塁に変わります。さてあーここでインピさんか。第2球を投げました。まあ、変えないってことはインピさん9回まで続投なんだろうな。これうーん、抜群の切れ味。バッター動けません。さあ勝負してくるのか。内角ボール球振った、ボールを一塁踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。変にはならなかったが。改めて9目、投げた、外角高め見送ってストライク。これで追い込みました。なんだかんだ次は何で来るか。強いな。外のボール球打った、三遊間のゴロ一塁へ。あっと送球がそれた。ああ、ヒット。内野安打を放ちます。さあいやこれは痛い、精神的に痛いな。進められるか。第2球は打った、ボールカウントはノーボール2ストライク。引っ張った、これはヒットになります。やばい、一塁ランナー一気に三塁へ。三塁でストップ。いやこれはやばいって。今日これで5打数の4安打、キレッキレの働きを見せてます。せっかく2点差まで詰めたのに。外れた、ボール、カウント2ボール。これはやばい。第3球はアウトハイ、見送ってストライク。カウント2ワン。第4球を打った、引っ張った、三塁ランナーホームに向かう。美しいヒット。二塁ランナー一気にホームへ。先頭チーム2点入りました。代わりのピッチャーがいればせめて。さあ勝負してくるのか。打ちました、ヒットになります。二塁ランナー一気にホームへ。先頭チームリードを5点に広げます。はい、打席には9番バッター。バットを出しません。ボール。第2球投げました、落とした、ボール。カウント2ボール。もうちょっと最後なんかちょっと面白い展開を期待したい。球威のある球を投げ込みます。第4球投げた、あっと引っ掛けた。3人で終わっちゃうのか。1番バッターが打席に入ります。投げた、危ないボール、これはいけません。第2球を投げました、カーブはストライク。打ちました、セカンド取りました。最後のバッターに回ってしまいます。打席には2番バッターが入ります。投げた、
もうバッター思わず避けます。第2球は直球空振り、カウント1ボール1ストライク。第3球投げた、打った、ショート、一塁送球アウト。先行チーム勝利をもぎ取りました。ここチーム残念ながら今日は黒星ということになりました。ピッチャー1人っていうのは厳しいな。ヒーローインタビューが始まります。ガングートの出塁からの藤浪のヒットが強かったな今回。高校チームなんとも後は、はい、ということで、まあ、今回はやっぱサラトガチームが強かったっていう感じかな。試合見てみたいのあれば、まあ、時間あったら動画撮ろうかなと思います。結構この観戦モードを1本流すと1時間ぐらい経つんだよね、試合見てると。まあ、だからもしかしたら今回は、まあ、自分見ながらちょこちょこ喋りながら撮ったんですけど、試合だけ流しといて撮っといて、あとでまあちょっと編集とかっていうこともできるんで、まあちょっと今後まあこの作ったチームで、まあ、観戦モードちょっと何かしらちょっと試合面白いのあったらやろうかなと思います。ということで、まあ今回は3年芝優勝チームがサラトガ最強チームに挑んでみたっていう動画でした。ご視聴ありがとうございました。